ブランディはアメリカ海軍の駆逐艦。フォレストシャーマン級駆逐艦の一隻。艦名はウィリアム・ HP ・ブランディ提督にちなむ。ブランディは1955年12月29日にマサチューセッツ州クインシーのフォアリバーー船所で寄港する。1956年12月19日にジョン・エムリーによって浸水し、1957年11月26日に 艦長ウィリアム F カフェラタ少佐の指揮下収益する。1958年、ブランディは第二次世界大戦のヨーロッパ戦線におけるアメリカ軍の無名戦士の遺体をナポリから運んだ。バージニア岬沖で太平洋戦争及び朝鮮戦争での無名戦士を運ぶボストンキャンベラと合流する。第二次世界大戦の無名戦士を選択、キャンベラに乗せ、 ブランディは朝鮮戦争の無名戦士の棺をワシントン DC に運び、5月28日に海軍重宝工場に到着した。両方の棺は国会議事堂に5月30日まで安置され、その後アーリントン国立墓地の無名戦士の墓に埋葬された。1961年、ブランディは大西洋艦隊を代表してマージョリー・ステレット戦艦基金賞を獲得した。 廃棄前のブランディブランディは1982年11月5日に、退役し1990年7月27日に、除籍、1992年12月11日に、クイーンシーのフォアリバーゾー所にスクラップとして売却された。フォアリバーゾー所が破産すると、破産管罪人によって、ニューヨークの NR アクイジションインコーポレーテッドに転売され、 その後のスカロライナ州ウィルミントンのウィルミントン、リソーシズによって解体された。ありがとうございます。